まずアイテムを取り逃してて、進めないのに進んだことによるあのフラグ調整のバグみたいなことピーらしいかもしれない。かもしれない。ちょ待ってよ。もしかしたらあれかもしれない。このウミンチュウミンチュウミンチュを連れてはいけないのかもしれない。じゃあウミンチュをちょっと置きに行こうか。アイテムを探索しつつウミンチュをメグネに預けてからのみたいな、そんな感じでしょ。ウミンチュを預けよう。出そう外に。ほらウミンチュ連れてきた。ほら子供たち引き渡しますか。ほらはい、まだ子供たちは集まっ、なるほどメグネ厳しいぜ。あ待て待て待て、これだ、これスイッチ押します。はい。これでしょ。これでしょ。ね。ほら、話してもくんねえもんな、めぐね。マジかよ。ちょ、待って、もう帰ろうぜ。もう帰ろうぜ。ウミンチュー！もう帰ろうぜ。琥珀にキクラギいらっしゃい。ダメかー。ダメかー。まあ、とりあえず他の子探そう。他の子探して、返してから上に行くべきなのかもしれない。他なんか、どっか隠れて、箱たくさん置いてある。重くて壊せない。どっか隠れてないか、子供。隠れてて、開けてみます。はい。おったおったおった、よし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 。レン、かわいい。わ、もう見つかっちゃった。で、あれ先生、どうしてここにいるんですか？で、二人一組で、返せるから、返してから上に行けば行けるはず、多分。僕たちはここでかくれんぼをしてたんですけど、やっぱり玄関の近くをやめた方がよかったのかな。で、もう帰る時間あったんですか？ここごめんなさい。気弱なレン君。あ、そういえばなんで、この中でかくれんぼをしているんでしょう。あ、すいません。そうですよね。みんなが待ってますよね。先生が手をつないでくれるんですか？わーい、嬉しいです。デレデレかよ。でも回収。ものか。ものかと。ムーさんにウーちゃんいらっしゃい。でも回収はしますと。オッケーオッケー。ほら、めぐね。これで僕と口を聞いてくれるかな。うん。一人だと絶対受け取ってくんないから。はい、引き渡す。あ、やっと来たわ。とっても待ってたのよ。めぐみ先生、かわいいです。ちゃんと手をつないできたらね、あと3回来てもらうことになるけどよろしくね。この子たちは広場にいる先生たちに預けてくるわね。オッケーオッケー。そして俺へのねぎらいの言葉はなく、よしやっていこう。孤独な戦いは続くのである。いきます。よかった、これで多分いけるよね。うん、これでちゃんと子供たちをめぐみ先生に預けてない状態で行くとちょっとバグっちゃうみたいな感じだったと思う。これでいけてほしいな。これで行けてくれたらもうバンバン歳なんだが、クリアまで行きたいよね、やっぱりね。どんなストーリーなのか気になるもの。オッケー。ジャズいらっしゃい。そう、ねぎらいの言葉はなく、うん、めぐみ先生の目には子供たちしか映らず、まあ、それもまた一興でしょ。それもまた一興。このさ、リンゴとかクッキーとかなんか意味あったりすんのかな。オッケー。行きます、行きます。どこに行こう？扉の方？先生待ってよ。来いよ、来いよ、来いよ、来いよ。そこに何があるんだ、ごめん無理だ。ちょっと他の子探してきます。他の子探して何もなければあれです、アップデートを待ちます。うん、探そう。んうん、待って待って、こんにちは私メリーよろしくね。こんにちは私メリーよろしくね。こんにちは私。どうやら録音機能があるようだ。うんこんなんあったっけ？待って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 。ここってさっき行けなかったよな。あれ？ロートスいらっしゃい。ここってさっき塞がってたよね。待って待って。じゃあこっちか。こっちが先なのかな？こっちが先か。なぜか暖炉に火がついている。暖炉に火が。ちゃんと進んでるね。進んでる進んでるちゃんと。順番が違っただけで。日記のようだ。だこっちが想定したルートなんだろうな。だから。文字がかすれて読めない。こっちが想定のルートか。反応はない。ボロボロの服が大量に入っている。どうやら女の子の服を入れるタンスのようだ。タムタンにごまだれいらっしゃい。女の子の服。おそらくこっちを調べてからの、でも左も行きたいけどな、行けないよな。なんか追いかけてきそう。トゥッティいらっしゃい。新年会お疲れ。で、これを調べた上で、調べた上で行けばいいのかな？魔女とか。とりあえず他のとこも行ってみよう。今まで数多くのフリーホラーゲームをプレイさせていただいたので、大体見たいやつはあるんじゃないかな。有名どころとかもね、やってますし、すごい隠れた名作的なのもやってますし、何かがひっついている。とりあえず一応持っておこう。寝室の鍵手に入れた。ほらー、寝室の鍵手に入れた。オッケーオッケー。オッケーオッケー。どこだどこだ。いけるいける。ちゃんと想定したルートに、
作者さんの想定したルートに行けば開けます。行けるはずだ。よしよし、オッケーオッケー。ちゃんと道順を描いていこう。綺麗な放物線を。なんだボロボロだな、すごい。ワンチャンクリアまで行けるぞ。このベッドだけ他と比べて綺麗だ。ドン！ん？何かがいるようだ。覗いてみる。あ、見つかっちゃった。あれ、先生？今出るからちょっと待って。おお、女の子だ。初の。マキちゃん。かわいい。すごい。多分、この角度が、あれですね。マキちゃんのベスト角度なんでしょうね。よくいるよね。女の子とかでね、こう角度。写真写りのいい角度なんでしょう、これが。もしかして鬼を交代したの？あの子も言ってくれればいいのに。あの子ってのがなんかお化けっぽいんだよな。あつしらっしゃい。この角度が一番綺麗に映るよっていう。え、違うの？私たち隠れもしてたんだよ。それよりもう帰る時間なんだね。もっと遊びたかったな。決まりならしょうがないもんね。手を繋いでくれるなら先生と一緒に帰るわ。マキを回収しました。マキちゃん、かわいい。かわいい。そしてこの先生モテモテすぎだろう、すごい。まあ、確かにイケメンで優しそうだからさ。モテるんであろうが、僕は、めぐみ先生が良かったです。もう何回も言ってるな、俺も。すごい。だって詐欺ですよ。俺が見たスクリーンショットではなんか、あたかもなんか、めぐみ先生がなんか、さ、プレイヤブルキャラとしてさ、なんだ！どうして遊ばせてくれないの？待って。なんか熊の人形がなんか、なんかここら辺に熊の人形が、調べるためになんか、なんだ。何が起きてる？なんか揺れが小さい。待って。謎解きか。揺れが小さい。屋上の鍵手に入れた。スイッチ押しますか？はい。なんだ。揺れが小さかったが。すごいぞ。ノーコメントだな、先生たち。ツボもだいぶかびてる。なんか。あれ？起きなくなってる。なんだ。わかんない。怖い。だってここ調べると。あれ、なくなった。なに？わかんないよ。わかんないよ。多分これでいけるでしょ。屋上の鍵取ったからかな。屋上の鍵取ったから、ポルターガイスト的なのがやんだみたいな。まあ、とりあえず、屋上まで行ってからセーブしようか。びっくりした。出たのか、自分で。素早く。オッケー。屋上の、錆びた屋上の鍵。あ、錆びた屋上の鍵と屋上の鍵が2つあるな。なんだ錆びてないバージョンが。合鍵かな。これでいいのかな。いきます。えいと。先生待ってよ。これでいけるか。ダメでした。ダメだ。ここダメなのか。もうそろそろ行っていいんじゃないか、屋上に。俺もそこ行ってもその子が出ない。俺だけ出るのか、じゃあ、あの子。なんか変なことしたかな。あ、金槌入ってる。取り出す。はい。金槌手に入れた。金槌でなんか壊すのか？なんかあれだね。行けるとこがどんどん広がっていってる。壺を壊す。いくらくらいしたのだろうか。でもさ、いきなりさ、マキちゃんびっくりしない？先生が壺壊したしたら。先生どうしたの？ストレス溜まってるの？ってなりそうじゃない？いきなりさ。今、待って。捕まえた。待って、急に。タイトル画面。いや、なんだ。はいしかないし。はいしかないの。いい絵は。待って。あ、こっからが。必ず取ってない状態か。待って、急展開だったな、いきなり。あの子は、なんだ、急に来たぞ。とりあえず、金槌を取る。金槌を取る。で、あの子に触っちゃいけないのか？お化けなのか？あの子は。ここに、連れ、でも、どうすればいいんだよ。あの子、貫通してくるからな。行っていいのか？じゃ、セーブしとこう。セーブしといて、あれ、でも来ないぞ。来るときと来ないときがある。気まぐれですな。あの子があれかな？提案したのかな？かくれんぼを。ここが開いてるとか。開いてたー。そうなの？なんか、
家の前のレバーは開けちゃダメらしい。開ける前にここに来なきゃいけなかったのか。よかったー、進んだー。進んだよー。開いてた。気になってた本が一番上の棚に入っている。読んでみたいが時間がないので諦める。いけた、いけた。いけた、いけた。まだ積んでない。まだ積んでないぜ。すげえな。読みたい本が全部一番上に入ってるな。いける。まだいける。まだやれる。まだ俺は戦える。ここは絵本専用の棚。とりあえず全部探索します。オッケー。よし。たくさん入っていたようだ。今北さんいらっしゃい。色コメってのはね、色がついたコメントだよ。よし。待って、ここも調べとくか。よし。だからちゃんと探索してから、すべて同じ作者のようだ。レバーは上げろと。いうことだね。ふんふん。英文書がたくさんある。たくさんある。魔術書がたくさん研究していたのだろうか。とりあえず、多分同じ文章だろうけど、とりあえず全部調べるよ。もしかしたらどっかにメモとか挟まってる可能性が、ビレゾン、ビリウシレベルで存在する可能性がないか。よし。待って。どうやら最初から題名が入ってなかったようだ。背表紙に、題名が刻印されてない本がたくさん。たくさん。ここも？ここも？ここも？オッケー。後ろからとかもないかな。たくさんあるが、すべて読んだのだろうか。あそこにもレバー、あそこにもレバーがあるぞ、レバー。あのレバーなんか意味あるのかな？たくさんあるが。オッケー。あのレバーが関係あるんじゃない？アドバイスね、常に求めてます。お願いします。みんなの力をフル動員して、このゲームを攻略していきましょう。すべての援助を助けよう。暖炉つけますか？つける！はい。ん？何かが落ちてきた。どこかの鍵だ。鍵には地下と書いてある。どうやら地下室の鍵のようだ。これあれじゃない？一階にあった扉の鍵じゃない？よしよしよし。で、このレバーを、はい、スイッチを押すと。いける、どんどん広がってくる。いけるぞ、いけるぞ。ちゃんと順番通りに行けば、クリアできるはず。まだいける、まだいける。ちゃんと想定した順番通りに行けばいけるはず。オッケー、地下室の鍵使えますか？はい。このルートなんだな。想定したルートは。オッケー、オッケー。順調、順調。あれだね、肩にはまれば、だいぶ、慣れてきたぞ。オッケー、オッケー。なんもないな。とりあえず、ハンマーで砕けそうなものとかないか？お、金槌で壺が割れそうだ。壺ありますか？ほらー。壺が割れた。だけ？あ、多分この中に子供入ってたりすんのかな。え、でもあれじゃない？桃太郎じゃないんだから、ね、子供入った状態で瓶割ったら死ぬよな、子供。中から玉のようなとかないよな。あれはファンタジーであって、リアルであったら死ぬやつだからな。ね、リアルだったら絶対真っ二つだもんね。桃太郎。包丁で真っ二つにとかなったら、それはちょっとリアルでやっちゃダメだぞ。箱からパカンと、血まみれの子供が、血まみれの園児が飛び出したではありませんかみたいな。やだよ、そんなの。やだからね、そんなスプラッターものは。ちゃんと穏便に済ませてね。セーブしたい。この箱だけとても重い。他の中身を一つずつ出していきますか。いいえ。そっとしておこう。ちょ、待って。まず、壺を。ダメか。はい、出します。はい。あ、墓の中を漁るのは誰？箱か。あら、先生だったのね。どうしてここに？かわいい！しずくちゃん。かわいい。そう、もう帰る時間になったのね。でも、ごめんなさい。私はここから動けないわ。せっかくあの子と約束したんだもの。あの子が迎えに来てくれるまで、私はここから出たくないわ。なんでや？てか、右から出るのか？先生のお願いでもここ動くことはできないわ。なんでや？え？ダメなん？ええ、腐ったクッキー食べる？リンゴは？なんでだ？夏目いらっしゃい。え、この子は俺のことが好きじゃないのか？てか右行きてえな。行けねえのか？どうしよう。え、どうしよう。あの子、なんか来た。どうやったら出れてくれるんだろう、あの子。